コンコンガチャドンバン。はい、ボール。みんな来たで。うん。今ラジオ撮りながら来てる。はい。はい、挨拶。いらっしゃい。あ。お店かな。やってる？やってる。アコさんとリフテンとニキと奥に寝る。オッケー。ヘルさん買ってきてくれたよ。うん、電話来た。 S&B ヘルさんから電話来た。あ、そうなのね。うん、ミキはデイリーだからなかった。デイリーなかったんですね。デイリーは唐辛子を売らないで有名だ。あの、卓上に置くタイプは多分あると思うんだけど多分それではないんだよ。粉とかならね。そうね、一味と、あの、机に置いてある一味唐辛子ではないなと思った。ん？掛け布団これいるの？これいらないの？そう、あのベッドの下の隙間に掛け布団デカめのやつがちゃんと挟まってたよ。気になって引っ張り出したらデカかったけど。ウェイクアップ。一応ラジオ撮ったら PSO やるよ。うん、何やろうかな。みんなでまたフォースやる。みんなで素手でどっか行くかって形になってるの。それかまあ普通になんか回るか。君は旦那持ってきて普通に集会するでもいいし。そうそうそう、ちょっと試しに相談。俺旦那に行こうかな。ウェイクアップ。旦那だって。ウェルビー。旦那ってなっても欲しいなったっけ。え？旦那の言うで。封印の立ち。無理があるわ。封印の立ち。そう、ディック。でも4人でやるってなるとさ、なんなんあれでしょ、もう完全にさ、あ、そう、そこにごめん、これ銀色のやつに、そう、中央側に、そう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 、押し込んで押し込んでくれれば、それぐるっと一発。ね、まあ旦那ホワイティルはそれが理由で作ったっていうのはでかいんだけどさ、まあ別に俺が 1P じゃなくてもいいのよ。じゃあそしたら寝る際 P にしようか。欲しいんでしょ。うん、マシンガン欲しい。休みの子普及セーム。休みの子普及セームって確率で言うと尋常じゃないらしい。あ、そうなの。全然出ないタイプだったからね。ちなみにあの確率的にはミラーよりはちょっと出やすいって。でもね、今ちょっとだよ。でしかもさ、周回しやすい、周回しやすくないよね確か。対応対象がカヌーン。カヌーン。あのブンブン飛んでるやつだっけ。カヌーンで。一応ね、あのクリムゾン中央にで。エピソード2のは。クリムゾンアサシンだっけ、うん、からも出るんだけど、そっちの方が確率的には高いらしい。ほほー、本当だ。神殿のクリムゾンアサシンから出るんだが、他は持ってないやつで言えば対アンドロイド用ライフルとかね、くらいだな。くらいですか。テレビの位置変えようかな。みんなでやるにはやりづらいよね、あの位置。ここに置く？ここにテレビ置けばさ、こっちに並んでみんなでできるじゃん。まあでもここにあってマイクどこに置く？マイクはね伸ばせるからね。あ、そっか。で、1、2、3で4。これをテレビをここに置くと、うん、横並びが、ね、横並び。ラジオで何も伝わんねえけど。大変よ。いや、まあ大丈夫だよ。でもあなたが生活しづらくない？戻すから。そのたんび？そのたんび。テレビをあのわざわざそこに突っ込ませる。あ、隙間空いてるし。ザンって。てか最悪だってこいつにさ、もしテレビ。それでもいいか。テレビだけだったら台こっちにやってさ。アルティメットチャンネル。なんだって？アルティメット以外何も聞き取れなかったの。シャノユバトルっつった。あ、千鳥球かい？もしや、さっき。今回のあのフェイトね。リフテには前言ったけどさ。なんだっけ？ぶっちぎりシャノユバトル、グダグダ新山大国、地獄から帰ってきた男、開幕。とりあえずタイトルがうるせえ。長くてうるさい。クレヨンしんちゃんバルにわけわからんタイトルすんのやめよう。嵐を呼ぶ。嵐呼んじゃうよ、すぐ。いつまでも嵐を呼ぶじゃん。しょうがないよね。まあ、グダグダやしな。どうしようかな、何やろうって言うの。何やろうか。
現在単純ミラ周回が910周あった。これ以上が地獄だ。 910×10 分が俺のやった時間、実はそれ以上にやってるってことだけどね、本当は。今の配信外でやってる時間をやったら、だってもう1000、まあ週でしょ、今やってる周回と前にやってた周回を出すってことでしょ、うん、そうそうそう、普通にそろそろ1700ぐらいと思う。パネやりますね出た高機動型ガルバルディ、参拝機体として有名なキャラじゃないですか。なんで2個だったんだろう。全然周回できないんだよな。またみんなで風見の小手集会やる。今回に関しては箱さん一人、ベルさん一人でミキと俺で行くっていうのもありだし、それか出る出ないはさておいて、みんななんか何かやるか。そうだな、どこもあるかだよな。スイングランドとかさ、ミキ持っといた方がいいじゃん。そうですね、まあそれがあればとりあえず近接はいけるから。でツインブランドをね、うん、まず今日やるとしたら、まあこういうのってほぼ耐久だからずっとやり続けなきゃいけないじゃない、うん、だから一日中やるからそれで終わっちゃうのよ。そうなんだよね、その後何もできなくなっちゃうからさあ、ただ問題が1個出たな。ネルさんが出せない。スイングランドミキも出せない。そうそう、俺出さないよ。グリーンって出せないのよ。ホワイティルとスカイリーを持ってるから出せるし、ハゴさんがレッドリアだから出せるんだけど、俺もレッドリアの持っていけばいいけど僕パートナーも使えない。パートナー PS もな、レッドリアでよろしければ持っていくぞ。あるっちゃあるよね、あの前のね。ダガーメインで頑張るぞ。ダブセ知らない子ですね。あの残念な子ね。うるせえな。いや多分ね、レズレは開けてきはね、多分あの近接耐久できるんだよね。ガードめちゃくちゃできるはずだな。なんとかアンポンタンだからさ、レベルが足りん。そうなんだよ。てかニューマンなのにハンターになってないって話。確かに。一番言っちゃうだけ。まあこんな連れてきたりないなりだな。まあなんかね、いろんな実況をねしたいなっていうのは。そうね、一人でやったりとかもしてるんだけども、そんな私はあれですよ、冬発売のテイルズですよ。そうだ、シンフォニーは、シンフォニーは、ちょっと待ってファッションもうね、喉がイガついて、でシンフォニーやろう。シンフォニーだね、リメイクね、リマスターだみたいな。リメイクなんですよ。何が嬉しい、リメイクなの。そうなんだよね、リマスターじゃないの。画質は多少向上もしてるし、うん、なんだけどやっぱなんだろうね、ゲームキューブのあのグラフィック、うん、いいんだよね。あれそのままっていうか、まあプレステ4で、プレステ、そういうプレステーション3 4でもそうか出んのか。てか4で出るんだよね。なんか調べたら5で書いてなかった。多分5もダウンロード自体はできるはず、うん、5用というのはないらしい。5用じゃなくて4の画質でできるよっていう、うん、まあとりあえずでも我々は4派だから、4派っていうかプレステ派だから、まあまたやりますって話もしたもんね。まだ全然シンフォニアクリアし、多分ね、クリアしてる頃には多分ね、他のリメイクがね出てると思うんだよね、うん、だから前のね、よくうん、サイコブレイク2をこう再開した時、うん、ほぼ来てたじゃない。でほぼやってたじゃない、ずっとやってたね。あの要領で土曜日毎回来てもらって、うん、場合によっちゃだけど毎回8時間ぐらいずっとやり続けるっていうのは、多分ね、8時間本当に8時間やってたらね、で前やってたやつも割と終盤まで進んどったから、それこそ10日、あ、10日はさすがに短すぎるから、それぐらいで終わると思うのに、シンフォニアだったら。だから1ヶ月、うん、だって、ね、1ヶ月2、3ヶ月うん、週1集まりだから2、3ヶ月、2ヶ月あれば終わると。その終わってまたがっつりこう投稿一気にし終えちゃうっていうのはちょっとやりたいかななんて思ってはいるんだけど
他のシリーズだったりも別にプレステから買うことはできるしね。うん、あれテイルズって会社どこ？バンダイナムコ。バンダイのナムコか。そうだからシンフォニアを皮切りに、あの要はプレステ3以前のシリーズ、うん、アビスとか。アビスマジでさやりたい。アビスとか来るでしょ。でもあれだって人気じゃん。あれもトップ3も入ってる。主題歌もでかいし。ベスペリア、アビス、最新作アライズが今のところトップにいるはずだから。アライズは人気なんだね一応。まあ、まあ、優秀ゲーム賞にも入ってるからかも。なるほどね。そうそう、なんかもうアライズのイメージが全然ないもんだからさ。あれやると分かるけどやっぱね、最初から結構シナリオ得じゃない。やっぱ結構ね、あの入りが重い。奴隷から始まってないよね確か。奴隷から始まってる。奴隷っていうか要はあの 人種で分かれちゃってるから。まあ私そういう系か。しかも何があれかって国が違うどころか、あの星が違う人間だから確か。なんかどっかのゲームです。なんかスイッチ、そうだスイッチで出たんだよね、あのテイルズのあれが、うん、あそう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 。今回のジャンルってさ、物語が牧場牧場牧場人間牧場って書いてある。今思えば確かにテイルズ、あれシンフォニア人間牧場じゃん。人間牧場あるからね。いやあのゲーム本当にさ、テイルズってさ表面上だけ見たらさ、よくあるアニメに戦闘する感じなんだろうなと思ったらさ、そうそうそう、シナリオクソ重いじゃん。グラフィックはなんかちょっと本当になんかザ・ファンタジー RPG だけど、やってることエグいからね。やばいよね本当。平気で人間が化け物にされちゃうような。で平気で死ぬしね。で主要キャラの身内が普通に死ぬからさ。俺なんか実況で覚えてるよ、なんかチョコみたいな名前のやつにすごいイライラしてたの。あ、まあ、まあ、ショコラか。マーブルさんがおばあちゃん化け物になっちゃってる。そう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 。で、マーブル、孫？孫、ショコラ。あ、ショコラ。ショコラ。ショコラに対して、なんだこいつはってずっと言ってた覚えがある。それもあってね。いや、印象には残るしね。だからそのリメイクでまたプレス4で出るって。出ますね。だったらもうこれは買うから、ちょっとこれはやろうというので。金は出す。半々にする？ああ、それでもいいよ。なんか、どうする？通常版？それともなんか多分通常版じゃないので、限定版出たら限定版欲しいんだよね。なんか限定版でなんか、砂の中で出てたのコーヒーのシーンに出てくるマグカップが、ね、出たら嬉しい。ああ、いいね。でもなんかこの前 YouTube であのテイルズのやつ出てたやつで、あの水木奈々さんがね、コーヒー持って渡そうとして写真が上がっててね、これに関しては、おっと思った。 CU は本当につらい。まあ、ごめん、ツイッターの欄でおじさん泣いちゃうよって言われた。おじさん、そうだよ、もうみんなおじさん世代だからね、あれやってた時は。小西さんがだってあの時もだそうって新人枠でしょ。そうじゃない。水木奈々さんも新人枠かな、割ともうヤングぐらいじゃない。そう、ヤングがあの中堅ぐらいにいたとか、そんな時代やったそうそう。今考えたらバカみたいだよな。あそこの声優陣むちゃくちゃ濃いメンツが集まって意味分からんぐらいキャラ濃すぎるんよね。俺でも知ってる人ばっかだったもん。どうだってな、アライズからアライズにやったと思ったら、あ、立木さんが悪役に落ちとるとか思っちゃったもん。あ、クラトスが悪役に落ちとると思っちゃって笑った。てか立木さん別役でも出てくるんだな。そうした本当に使いやすいんだろうな、あの人は。立木さんと小安さんは使いやすいと思うよ。そうね、テイルズもそうだけど、だってあの無理のスノフキンもそうだもんな。砂吹き懐かしい。ツイッターで流れてきたやつ。あったあった。面白かったな、この間見て。すぐ砂吹きが出る。砂吹きだもんな。超ボリュームの砂吹きめちゃくちゃ好きなんだよな。どうしようかな、他に何かやれるものありますかね。それこんなのでもらってましたね。アライズの体験版。ああ、やってないんだっけ試供品。戦闘しやすいからもうやってみてもいいとは思うよ。別に建設苦手だったら魔法もあるし。アマゾンご利用いただきありがとうございます。日頃の感謝に対して広告主様の試供品をお届けします。なんて届いたんだろうね。でもね、びっくりした。俺なんか買ったっけと思ったら、バンダイナムコ様からアマゾン経由で送られてきた。バンダイナムコ、これはもう純粋にレアだから。もう発音して、いやこれさ、送られた判定なんだろうね。よくゲーム買ってんなこいつ。そういうことかな、じゃないかな。別にうちのチャンネルを見てたからとか、そういうチャンネルがなんか裏のゲーム上げてるからとかってないもんね。まあ普通にこう Amazon のやつだから多分ゲームよく買ってるなと思って。やるやろっつって。それか過去にテイルズ
とかなんかそのバンダイ系のゲーム1個買ってたらあるかもしれない、ね、ああそういう感じかな、覚えてないけどね、いつ買ったかなんて、でも届いたって聞いた時って本当にあのすげえ空気調になった感じもんだね、なんか届いたんだよ、なんで届いちゃったの、間違えたのかなと思った思いっきり俺の名前書いてある、いやでも明らかにここにさ、ここの団地に住んでる人は買わんやろっていうさね言い方悪いけどゲームやってるやつ少ないと思う、上の階のおばあちゃんとか買ってるかもしれない、ゲーミングおばあちゃんこれねもうハマっちゃってねとか言うなんか最近上がってるんだよな YouTube であのもうねすごいネタになってんだよ、こうガチャガチャやってるけど画面違うんだあの Apex でさ敵のさ自分なんちゃって言ってたらさ自分の名前と年齢言い始めるっていうさやつがあるんだよこれ、ね、なんとか88歳あれアホらしくて好きだったなああいう系全く関係ないゲーム画面映してくるのほんと好き、くっそうちもおばあちゃんが生きてたらもうがっつりゲームやらせるんだよな、なんだよ早いよ死ぬのなんだよ60にもならずに死にやがったの60はそうだね、早死にだよね、だいぶ早いと思う、できることなら2万歳ぐらいも延長じゃん、いや生き地獄だね死なせねえってずっと治療気づいた頃にはもうアンドロイドで刺されたいやただのディストピアや捕まるぞ俺多分捕まるな、ね、医療技術がねまだそんないかないあにゃあそこまでいったらどうなんだろうな、たくさんなことできるんだったらもうその道に行ってるよ、ね、もうまた大体の人間がもうアンドロイド化してるよ、まあね、死なねえんだもんって、死なないよ脳だけ残ってるんだろうっていう感じだってデータをさあのよデータを別に別の媒体に移植すればいいだけだったらさ、ボディなんていくらでも作り置きできるんだし、結局人間脳が全て脳っていうかもう本当に データさえ残っちゃえばいいだけだから、それでどんどんこう見てるものを書き込んでいけば、そうなるとなんか長く生きれば生きるほど脳の容量無限大、頭おかしくなりそうやで、コリがついちゃってデッドバイなんて最近なくなっちゃってね、最近何かコラボ、あ、バイオハザードだ、ウエスカーだわ、あ、ウエスカーだよ出てた、プロジェクト W 出てたな、ウエスカー、いやーデッドバイじゃないと思うな、鬼はやりたいけど、あの身内だけでやりたいな、あ、鬼もそう、プライベート状態で身内で戦う、あれだ普通にやるとさ基本的に怖がる人で証拠狙われるの本当に嫌いなんだよね、だからあれ、どうしようかな、キラー順番でやって、あの誰が先に全滅させる方が先かを対決して、逃げるが先か全滅が先か、だからねこういう形ですね、だから1人勝ちするか4人勝ちするかの差にして、うん、キラーになった人は、1人で全滅させたらそのキラー1人だけが優勝で、で4人で、うん、4人全員が脱出できちゃったら4人勝ち、うん、まあその分なんかちょっともらえるものが違うみたいなのもちょっと面白いかなと思うんだけど、キラーに関しては固定ね、固定ランダムにしてやる、固定ランダム、ランダムで選んで、ああ誰になるか分かんないよ、でそれでずっとそれ、あランダムだけでいいや、ランダムで決まったものにさ、いなだから頑張ってちょっとみんなまずキラー買わないと、全部やっぱ何買ってるんだろう、やっぱやめよう、1体だけにするか決めたものを、そのだったらもう初期の3体とかでいいんじゃない、あ初期の3体最初はするか、まあ、初期3体でいろいろこう組み合わせで日本とかにすればさ、ねえ凛ちゃんと貞子がいるし、あとあの貞子いるわ、鬼もいるから、あの辺りでさ俺貞子使いたいんだよ、俺貞子どんな好きだか覚えてねえな、なんだろうね、あれするかとりあえずテレビバップ、テレビバップは強そうだよ、ウィスってくるわ、あでもねちょっとデッドバイデナイトを身内だけで遊びたい、5人いるからちょうどいいんだよね、じいさんがいるときにうわーじいさん鬼側になっても誰もやれなさそうだな気づいたら全員脱出できちゃうかもしれない、これどうすればいいのね、これどうすればいいのって答えてるんだけど、あの攻撃当てられなくて気がついたら逃げられる実際だ、ほんとやったことないもんね、あれはね、手鏡マイケルでいくの、もう殺す気満々じゃないか、ハードル高いのよ、でもそうなんだよね、そういうのつけれちゃうからね、マイケルは禁止だなだって秒で殺せるじゃんあれ
手鏡マイケルは殺す方じゃないよ。それはあの破壊しマイケル。破壊しか。いやだとしても殺せちゃうでしょ余裕で。手鏡マイケルは壁通してるから。やばすぎる。どうしようかな。なんかでも。あ手鏡ってあれレベルは上げられるんだっけ？一応赤がある。赤が。赤があの何メートル以内かは覚えてないけど、あの壁貫通してあの凝視状態だと壁貫通して敵は見えなく。で基本的に画面をキラー目線にしたいんだよね。だからみんなキャプチャーしてもらうみたいな。いやもうハントレスだな。そうだね。ハントレスで適当の投げでなんか当たるから。俺なんだろう、キラー使わないからな。キラーね、キラーは割と何でもいけるんだよね。唯一分かんないのがマジでナースが苦手。多分肉はナースだろ。肉ナースだろう。あれめっちゃ頑張ってたもんな。でもね、基本的にね、DLC のね、好きな映画の関係をやりたいから、多分ソウとか。そうでしょ。ソウは楽しかったぞ、あのソウは、ソウのピックは使うと思う。ピックね、あれだね。使いやすい。あれだ、誰だっけ。え悪魔。あんおばあちゃん。生贄。エルムガイ。違う。あ、レザーフェイス。レザーフェイス。君レザーフェイスでいいんじゃない。レザーフェイス大好きだからな。ブンブン丸。ブンブン丸。うえーってなんか突っ込んでくるよ。いや本気でやりたいな。いや今ねあのね俺ねプレステ5、うん、デッドバイデイライトってダウンロード版でさ、あの安い時に買ってたのよ、うんうんうん、5でアップグレードできるのよ。あそうなの。5用で、へだから100円でね、しかも安い、ね、で今プレステ4のプロがさ使わなくなってるからさ、うん、できるのよ。あでもアカウント別名とか設定するのできるわ。ちょっと場合によっちゃ今すぐできないこともないかな。2時間ぐらい時間くれるわ。設定はできる気がする。大変だね。でも待ってプレステの数1,2,3あと5あるかな。あのね貸したりとかしてるからね。マイクじゃないんだよ。プレステ貸してるってすごいね。プレステ4貸してほしいって会社の人に言いたから。あそうだ、いいっすよっつって貸して。いいね。現在2人に貸してる。言うと俺も前のプレ4はいいとこにあげちゃったしな。あげるよ。そうか、場合によってパソコンでもいいんだ。一応でクックでできるから。できるんだ。全然。声だね。声だね。ディスコードが。あ、でも1,2,3でプレステだけでやって、うん、5人だっつってんだもの。一人足ねえじゃねえか、人数がまず。終了。おじいちゃん仕事。くそー。肉だけ残るんだよ。今ちょうどいい時間じゃない、あっちは。一番鬼畜だよ。急に電話来たと思ったら今からネット前やるぞ。仕事中だお前。帰ってきなさいよガチャって。でも女子何かと昔ディーラー今やってるって言われた瞬間に俺が思ったのがあのカジノのディーラーだと思ったんだよ。いや車でしょ。ディーラーやってたカーディーラーだね。でも確かにカジノのディーラーやってたもん。別に納得しちゃう。違和感ねえんだよ。むしろむしろ黒服着ててほしいわ。確かに。これ実際にデッドバイデイライトやるっつったらやる？まあちょっと面白そうだよね。ダウンロードもしたくし、そのとりあえずそのやるのは身内だけでやるから気軽にできるよっていうところがある。 DLC はまあ買わなくてもいいよ。 DLC はあるだけでもいいし、俺ただ買いたいのは俺もなんてほぼ買ってないよ。だって俺もうとりあえずね、ギリどこまでいたっけな俺。サイレントヒルはいる。あ、じゃあそこから先じゃないの。なんか話的にはだってネメシスは買ってないでしょ。ネメシスは買ってないの、やっぱ俺できる。多分ね俺はあのサイレントヒルと確実に貞子は買う。貞どこから買ってなかったっけ。貞子ライジングだから。なんでライジングなんだ俺。でもこの今度の映画貞子デラックスだからさ。マツコかよ。何をあんたっつって貞子をピンタス。強い。痛ってなる。早く見てえな。でもこの企画面白そうじゃない。身内だけで遊びますってゲーム。ああそうね。他のゲームもできるしね。そうそう。だいぶ仕様変わってるよね今。そう、何も分かんないから面白いね。人ならあのパークもバクもあれだよ。だいぶ変わってる。パーク覚えてねえもん。やべえ。なんかでも禁止は作ろうぜ。なんかこれはダメっていうのは作っとかないと。工具箱赤。なんかこのパークの組み合わせも良くなかったらダメにしてもいいし、うん、まあそのキラーとかもちょっとこいつは禁止しようとかっていうのがこうなんかこうみんなで遊ぶことだけ考えて、うん、勝ちに行くのは勝ちに行くなんだけど。じゃあ手鏡マイケル。
まあ、はかなしならオッケーかな。はかなしはレベル3だとこうで、こうだ。みんなで一生懸命、もう逃げるから。こうで、こうだからさ。でもさ、たださ、多分生産者4人で脱出するってほぼ無理だと思うんだよね。1人は潰せるじゃん。あの、うん、赤石橋のマイケルがレベル3になった瞬間、こうで、こうだって、1人終了だから。はい、よし、はい、キラー、キラーにしか希望が持てない。はい、あと。場合によっちゃった時のミキが見つけして、ミキがもう殴り殺されるまでそのまま続く可能性もあるから。レベルでもいつも面白いかってさ、毎回俺じゃないやつがさ、あの周囲にミスってんだよ、なんか大地に俺に来るんだよ、あれあれわかんないんだよね。ちょっと輝いて見えちゃうんだよね、やっぱね。あ、ミキだと思ったらもうみんな、あれ怖いよね、あのゲーム。あ、俺来るんすねっつって。まあデッドバイデイライトはね、目についちゃうんだね、やっぱね。でもちょっとこれはやりたいな、今年中にどっかで。ただ問題はね、よくパブリックベータテストとかやってたよ、ね、やってたね。でもこれ問題があるのはね、じいさんが多分持ってないんだよね、デッドバイを。そっか、そうだね。ディスクだけ渡しとこうかな、今度もしこういう企画をやる予定なんだけど、できるできないはさておいて、知らない人と戦うわけじゃないからやろうと思って、ね、2,3 時間みんなで練習しようね。とりあえずチュートリアルやってこい。大丈夫大丈夫、いいじゃん、チュートリアルが今あるんだし。このゲーム想像以上に簡単だから、身内でやる分には問題ないよっていう。あのゲームチュートリアルがだから。でもいいかもな、マイケル使ってたら絶対誰かは叫ぶ、多分俺が叫ぶ、後ろに立たれた瞬間に。あ、どうも。だってなんか毎回叫んでた覚えやろ、あの物陰からあのちょっとだけ顔見える状態でジーって言ってこう、あーって下げて、レベルが上がった瞬間にみんなが周りを見始める。何やばいやばい。だからそういうのね、面白いね。ゴーゴッド、ゴーストフェイスとかな、そういうのも面白そうなんだよな。ゴーストフェイスであのハンクスキン持ってくるんでしょ。あ、ゴーストフェイス、ああゴーストフェイスじゃない、リージョンで、あ、リージョンね。リージョンで、ね、ハンクスキン持ってきて、走ってくるんでしょ。なんか、特殊モーションで、処刑とかって面白いんだな。その場所。何が出てきたら今。それ、レインボーシックスだろ、絶対。俺がいつも使ってるやつ。針投げ落ちた。シージバーを生産にやろうって言おうかな、今度。あれも身内がやる？あれもできるじゃん、プライベートで。新人縛り、あれね、新兵縛り。新兵縛りで、全員。何かもう投げ物だけ持って、あの攻撃側はあの 銃使用禁止、うん、フラグ持って、ドーン、怖っ。マジテロリストじゃん。でもさ、シージもさ、プライベートでやったら面白そうだよね。頭数めちゃくちゃ集めだけだよ。いや、まあでも10人と言わずに5人でやったら、でもね、できればね、6人がいいんだよね。したら 3-3 で分かれればさ、当初のレインボーシックスだよ。一番最初の CG じゃない時代のレインボーシックスって3人チームのやつだから、ね、シックスなのね。そう、レインボーシックスっていう、なんだろうね。あ、まあ、レインボーが6色ってことかな。あれ7色だっけ。なんでレインボーシックスなんだろう ね。話は終わりだよ。これ以上はいけない。これが6色だったらよかったのに。だからね、身内芸をちょっとやりたいよね。そしたらなんだろうな、昔ニックとか俺、ニルさんとかもやってた、あのコールオブデューティーの2対2、うん、だね。アホみたいにあの戦場が静かになる、みんなサイレンサーとかつけるんで、やべ今どっからやれたっつって、静かだな。でしかも2対2だから全然スコア伸びへんのかね。アホみたいな。もうそういうのもやりたいな。そういうゲームまた面白いと思うね。なんかいやさ、Apex とかもさ、誰でもプライベート立てれるようになったらよかったんだけどね。いやまあそこはね、まあ CS 版もできなくても、まあとりあえずはしょうがないかなとは思うけど、なんかアリーナだけでもしてほしかったな。アリーナ、それこそあれ6人集まればできるじゃん。まあね、 Apex 一応できるのさ、あとシロさんぶち込めば6人になるから、グッパーで分かれて、そうそうそう、やればいいかなと思うんだけどね。なんかもうちょいコントロールをさ、部屋立てできたら面白そう。確かにね。なんか3人で集まったとしても、なんかあの別グループとつながって、なんか要は人のコントロールに2パーティー幕で入れるとかなったら面白そう。やりてえな、そういうのだったらやりてえんだよな。コントロールマジ打ち合いずっとできるの好きなんだよな。弾無限だし、弾無限じゃ弾無限だし。またエペックスやりたい気持ちはあるけど、あんまり間開けるとね、
やりづらくなっちゃうんだよね、いつも。だから俺は定期的にやるようにはしてる。俺も最近はずっとチキボ持ってるけど、買おうかな、そろそろ。盛り荒らす以上俺何もできないんだ、他のゲームが。だからいろいろゲームができるからな。例えばこの前おっぽさんの誕生日だった。おっぽしばらく見てねえな。とりあえずプレゼントだけ渡したんで、ゲームを。なんだかわかんないけど、ドットのゲームでなんか釣りするゲームあったから、それだけ送っといた。釣り、はいっつって。何渡していいかわかんないからさ。この間君が知ってる方の店長の誕生日だったらしいよ。え、そうなの？そうらしいよ。すっかり忘れた。どうしようかな。なんかあなたに渡しとくから渡してもらおうかな。これリプテンからですって。ゴーストリコン続きやりてえ。ゴーストリコンね、止まっちゃってんな。ね、止めちゃったから俺ら。また再開したいな。また放送やる？ちょこちょこしたいな、またよ。ミキがやるっつんだったらついていくよ。プレステ5になったしょ、俺。そう。だからね、多分ね、俺とリプテンだけあのめちゃくちゃあのヌルヌル勝手に動いてるかもしれない。じいさんだけ毎回車が遅くなるよ。あの人絶対ギア行くのも走るよ。ギアにあげてよ。エンストするぞ、あのやり方。あれだよね、多分あのアクセル踏んでないやつ、ね、踏んでないやつだよ。ゴストリコンでもやりたいな。土曜日いつも夕飯食べ終わったらマイクラやってんのよ最近。うん、ちょっとその前段階にできればだよね。あとはまあ時間とか曜日とか気にしないんだったらっていうのを考えればね。なんだよね。曜日の新シナリオやりたい。俺も。あれでしょ。アクト5。アクト5でしょ。やりたいんだけどな。地味に時間が合わないんだよね。じさんが今日みんな何かやるのって言った時にはネルさんとハコさんの返事がないから。俺はスヤーしてたよ、うん。これみんな寝てるよって言ったらマジかって終わった。その間俺は一人で実況してた。結局誰も何もせず、そうなっちゃうんだよ。そうなんだよな。ただ、ね、時間が合わない。自分夜型の人間なんで。すいません、バリ朝型です。これ今2対1だよ、夜型と昼型。3対1だよ。ましてはじいさんは朝じゃなくて早朝だからさ。3対1対1になっちゃう。カルチャーの戦いが今始まらねえ。勝てねえ。マジさ。気づいたら、ね、血液型だって俺一人だし。気づいたらだってヤキになってたんだもん。仕方ないじゃん。びっくり。ヤキの方が身入りはいいからな。実際はね、俺はあの生活環境狂っちゃうから夜になるとダメなのよ。釣り行って。釣り？行く？普通に。普通に行きたい。俺行き方もう普通に分かったから行けるよ。3000円だけくれれば行けるよ。船に乗るから3000円必要なんだ。あ、まあそれはね。釣りの道具も実は結構ここにね、そのバッグの中にね、釣り竿がね2つ、あ、横、そう2つ入ってるの。カサゴ釣るならいけるよ、全然余裕で。釣りね、最後にやったんだ2年前だ。問題があるといえばトイレがない。本領、本領してもらうしかない。あ、いいのよ、やっても。海にはちょっと海に直接やってたらもうやばくね。多分わいせつ罪で壁に向かってね。ボロン。本当はダメなんだろうけど、一応まあ、うん、ちょっとルールそれならまあいいよみたいなのあるけどね。カサゴペットボトル持っていけんじゃない男。まあね、うん、それだとジャバジャバって、カサゴこの前8匹釣った。めちゃくちゃもう大変だったよ。十何本の、引きちぎられた。糸？どういうこと？ちぎるね。めちゃめちゃちぎってくるんだよ。でもね、必要なのが、そのね、ガン玉っていうやつと、その、もらったやつがあるな。はい、やると、あと針とか、自分でもうつけれるようにはなったんだけど、もともとついてるやつも買えばあるし、そういうのも買ってけば、今なら、てか釣り竿って安いのね、割と。あのカサゴ釣り用だったら普通に3000円ぐらいで買える。ああ、そこまでがっつり本格仕様とかじゃなくて、要はまあ、そうそう、なんだろう、エンジョイってわけじゃないけど。みんなで行ってみる？え、行くんだとしたら早朝よ。もちろん早朝、朝っぱらよ。多分川崎駅よ。根津だろ。川崎駅にバス停が来るから、それに乗ってあの書くだけ書いて、うん、
行って渡してライフジャケットもらって来て、そうやん、川崎駅でバス停移動してくんのかと思ったら、ね、違う、もうお前川崎駅でさ、つなぎの来たおじさんがさ、マイクから音が出るタイプのあのカセットテープで鳴らせるやつ、うん、あれですごい踊りながら歌ってたのよ朝っぱらから。いいね、そういうの好き。なんか元気になったって乗ったよ。まあ、それで大体12時半ぐらいに迎えの船が来るからそれ乗って帰るみたいな感じなんだけど、はいはいはい、クーラーボックスもまあちっちゃいけどあるし、いけないことはないよ、うん、ただ必要なものいろいろ買わなきゃいけなくなるけど、レンタルとかあればいいんだけどね。残念レンタルがないんだよ ね珍しいよね、そういうとこでないって。ないのよ本当。そういう商業施設的なものがあるのかと思ってたからさ、だからほら釣り堀とかならね。あ、釣り堀はね。でもね、もうほんと完全に一旦船乗って堤防3キロぐらいある堤防があるのよ。なっけえな。そこに6から1までの降りる場所があって、うん、何まで降りる人って言われたらあーいっつって降りて、はい、それで出て、まああと時間までずっとやるみたいな感じなんだけど、カサゴだとね、ちっちゃい隙間みたいのを探して、その堤防の岩の間を見つけるの。その堤防と堤防の間にある今、はいはいはい、まあ、繋がってるのもあるんだけど、中にこう広がってるのもあるから、そこに落とすと、あともうほんと 90% の確率で引っかかるの、余裕で。入り食いじゃねえか。俺めちゃくちゃ引っかかるの。でもね、問題なのがね、岩でできてるからさ、針が引っかかるの。そうあれをうまくね取り出さないと引きちぎれるから、こう引きちぎってバッと。そうなんだよね、魚のいるとって岩場なんだよ。岩場っていうか、あれは貝がある場所にみんな集まるから、待ち気をつらないようにしましょう。これカサゴ、これぐらい、でかさ20センチはない、うん、15センチ前後ぐらいかな、うん、でフグが手に入ったところだからもう捨てた。はい、フグね、一回初めに行った時にフグ釣れたんだけど、もう前の人がね針を抜かずに多分糸だけ切って捨てたフグがいた。それ見てかわいそすぎて、その針ペッて取って完全に大丈夫ななってた瞬間にサッと捨ててね。でね、まあね、釣ってるくせに情があるからよくないんだよ。もっとでっかくなってから帰ってこいよ。そう美味しくなれよっつって美味しくなれよっつって。だから結局料理するのも全部ハコさんに任せてるけどね、見れないんだよ料理してるところ、さばくところとか、って思っちゃう。だからちょっとまあなんか撮影しながらしたいなと思うけどね。ていうかね、今こう喋ったら37分なわけ。あら、びっくりなわけ。それもそうだけど、サバゲー行きてえな、うん、え、サバゲー行きてえ。サバゲー行きたいね。一回ぐらい行く。まあ、物買ってんのに行ってねえからさ。行くなら行くでも全然行けるけどね。運転しろっつったら運転できるじゃないな。いや、ぶっちゃけさ、近場だったらね、多分秋葉の室内線が一番近いかな。あ、室内線とかもあんのか。ビルのバンフロア、うん、ぶった切って、ぶった切ってそのフィールドにして、ハンドガン線、うん、あれ身内だけでも遊べるの。予約すれば行けるはず。じゃあこの学校の時間ちょっと何人かでみんなで遊びたいんでっつって。そうそう、ああまあ電話でも多分、うん、電話じゃなくてもできるとは思うけど、なんか誰でも誰か一人でもいいからカメラつけときたいな、こう。あ、そう、ゴープロっつうか、人その毎回こう試合ごとに人に変えてって。そうそう、それかね、そのスタッフさんにお願いすれば、なんか要はその上から撮ってもらえるとかもできるとは思うんだよ。それもいいね。てかそういうの調べてみる。てかもうなんかそろそろこう我々もちょっとなんかメンバーシップのを作ったんだし、それ面白いのやってみてもいいんじゃないかな、ね、メンバーシップだったらさ、まあ、顔は映さなくてもさ、あの前のほら24時間の時にさ、休憩時に焼きそば食ったことあんじゃん、すっごいでかいの覚えてる。あのね、ねるさんが超大盛り の焼きそばを買ってきてみんなで食う、あれをメンバーシップで投稿したの、また、うん、休憩時にめっちゃやつってもそう、だからそういうのをやってるから、ね、ちょっといいんじゃない。マジで苦しくなったやつね、みんな。そう結局マヨネーズがうめえっつってみんなで食って、冷たい唐揚げも食べ、そうでじいさんは遅かったもんだからハコさんのマフィンを食って終わる。ほら早く食って、うまいっつって。そうだからそういうのをね、撮って、うん、そう、なんか結構我々も口では言っても行動を移さないかったからさ、割とだからそろそろいいんじゃない。やってみたいことだからね、まだとりあえず。そう俺もやってみたいと思って釣り連れてってもらってやったらすっげえ面白かったし、やってみたいっつったらもうみんなでスキーかスノブしたい。だそれもちょっとしたいよね。したら結構かかるんだ金が。それは
だから逆に計画的にやんないと。それだけは逆に金の面は一回気にしないでやりたいこと決めて、そこからいつ行くっていうのを決めて、それまでにお金をっていうのを考えればいいんじゃない。もうあれ買ったからさ、どれ自撮り棒の三脚にもなるやつすごかったのよ。あ、スマートシューズみたいな。はい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 。エレコン、これ結構さ、いいのよ。北海道行くからさ、あー、はいはい、行こうと思って、自腹ですよ。自撮りだとかな、伸ばせる。だいたいどれぐらいだとかだったっけな。84センチ。84センチまで伸びると。三脚するときに下をこう開けるんだけど、これを、ね、絶対倒れそうじゃない、その三脚。いや、あのね、一緒にもっと広げられるんだけどね。俺広げたの、あ、こうだ。あー、よかった。これでね。あ、そこまででも広がるんだったら、まあ、多少は。うん、これ結構長いでしょ。長い。これもともとこう、くっつけるやつからついてる。ああ、そこで引っ掛けてるか、固定してね。で最近メンバー出票の動画はこれで直撮り、直撮り素晴らしいです。もう三脚はこうなんだけど、結構ね、ちょっと重みがね、携帯つけるとあるんで、なんか重さが手前にあるから、まあ持ちやすい。そうそうそう、これはいいんですよ、結構ね。約23センチから84センチまで高さが調整できる。これいいでしょ、結構。これ多分ゾンビの世界で使ったらね、ここがペッてなるだけで。あの一撃で折れる。ゾンビが叫ぶぐらい。これがさ、収納してみると結構コンパクトで。まあでも、普通に使いやすそうで悪い。使い勝手はいいとさ、これ北海道の時に使おう。持ってこうかな。北海道、北海道。結局ネルさんもミキもどっちもお酒っていうことで、よし。次回何かって言えばね、お酒でいいんじゃない。お酒飲む、あの人ビジ飲む飲むよ。あいつの親父さん飲むの、あいつも多分飲むよ。じいさんとあの人のお父さん結構真逆なイメージが強いんだよ。タバコ吸うでしょ、おじさん。おじさんはね、メビウスしてる。じいさんは吸わないでしょ。うん、なんか親、子はね、親に似るっていうけど、あとお母さん似だから。あ、なるほどね。見たことあるでしょ。あ、いや、ない。おばあちゃんしかない。いや、お母さんなるね、見ればわかる。本当に似てる。あれ、あったかな。いや、多分あってると思うよ。あったような気もする。あ、ね、本当にね、ここ3、4年でね、じいさんとこのおふくろさんはもう白髪が増えたなってことで、年齢だなとしたなと思って。まあすごい似てる。この人もね、正直私じいさんのおばあちゃんにずっとガン見されてたイメージしかない。あれ普段見ねえやつが来たな、誰だこいつはみたいな顔で、こんにちはって言ってずっと無視してガン見してくるから、あ、まあ、なんだなんだ、俺殺されるんかと思って。俺の場合な、あの10年以上行ってんのに名前を覚えられずに、あの東平のせがれがって言われるととっても笑ってるから。いや、ちょっとなんかさ、面白いよ。じいさんの家族のイメージがさ、想像と違うんだよ。荒々しいイメージがちょっとある。なんかね、逆だよね。間違えた。よし、じゃあそろそろですか。44分も撮ってるわ。大変だと止まらないから我々、また次回、はいよ、11月の何かね、撮れればということで、お疲れ様でした。